今回セレモニーを始める前に先週退任が発表されたコーチコンサプテの花束贈呈を行います。前島聡コーチ、滝田由紀コーチ、馬コーチ、フロールフィジカルコーチ、斉藤留樹トレーナー、ぜひ前へよろしくお願いいたします。2011年からの在籍、ありがとうございました。それでは、奥寺会長より花束の贈ありがとうございました。それでは滝田コーチ、いかがでしょうか。一言お願いしてもよろしいでしょうか。何かかっこいいこと言おうかなと思って考えてたんですけど、試合中すっかり忘れました。で、まあ本当に伝えたいのは、この20年っていうね、長い間みんなに支えられて、このね、職を全うできたかなと、ね、サポーター、チーム関係者、監督、コーチ、チームスタッフ、そしてやっぱり後ろにいる選手たちに支えられて、やってこれたと思います。自分自身は悔いはありません。ただ心残りなのはやはり残留できなかったこと。ただこのエンブレムにあるように、横浜 FC はこのフェニックス、何度でも蘇るという気持ちを持って戦ってくれれば、必ずね、また J1 の舞台に戻ってこれると、信じてます。そして、違う立場から横浜 FC をね、ずっと応援していきたいと思います。本当に長い間ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。秋田コーチ、ありがとうございました。そして前島コーチ、フローのフィジカルコーチ、
斉藤トレーナーにも大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございました。それではこれよりオーブ最終戦セレモニーを行います。まずはじめに柳生取締役社長 COO 上尾豊弘より挨拶がございます。よろしくお願いいたします。お客様にこの三ツ沢にご来場いただき、そして熱い応援をいただきましてありがとうございます。そして日頃から横浜市を支えていただき、日々の活動をご協力いただいておりますパートナー企業の皆様、地域行政のホームタウンの皆様、本日スタジアムに来ていただけなかった、来れなかった皆様、2021シーズン本当にいろいろな制限のある中、それでも横浜 SC に熱い応援をいただき、支えていただき本当にありがとうございます。結果としては J1 残留を果たせなかったこと、横浜市のに関わる全ての皆様のご期待に応えられなかったこと、そこに対して非常に責任を感じております。何がいけなかったのか、今シーズンは本当に日々試行錯誤を繰り返しながら、もがき苦しみながら前に進んできたシーズンでした。皆様もその原因は何だと思われる方もたくさんいらっしゃると思います。一つに絞ることは難しいけれども、日々の本当に一つ一つの積み重ね、小さな積み重ね、もうその差が結果につながったと思っています。選手はトレーニングのパス一つかもしれません。コーチングスタッフは一つの声かけかもしれません。直接試合に関わらないスタッフも日々の仕事、その一つ一つの差がこの結果につながったと思っています。とにかく今年は本当に悔しいシーズンを過ごしました。横浜市に関わる全ての人がこの悔しさを強く胸に刻んで、必ず J1 に戻ってくる強い覚悟を持って、今日この場から来年必ず戻ると、 J1 に戻るということをしっかりと思って、一つ一つの仕事をしっかりと進めていきたいというふうに思っております。この前に立つと上手く表現はできませんが、
もうとにかく強くなって戻ってくる、それだけだというふうに思います。まあ、今日試合で見ていただいた皆さんが感じたもの、選手はとにかく前に前にゴールを目指して最後の1分1秒まで戦い抜きました。今日の戦いが必ず来年につながるというふうに思っています。まあ、ぜひ来年も皆様の熱い応援をお願いしたいというふうに思っています。また皆様と一緒に来年こそ笑って終われるように覚悟を持って戦いたいと思います。最後に私事ではありますが、私は今シーズンをもってこの横浜市を退任いたします。それでも次の横浜市を担っていただく多くのメンバーが残りますので、新しい横浜市として必ずその目標を達成してくれると信じています。そのためにはとにかく皆さんの応援が必要です。一人でも多くスタジアムに足を運んでいただけるよう、皆様からもぜひお声掛けをいただいて、選手スタッフ全員がこの三ツ沢を満員の中でプレーさせる、選手にプレーしてもらう、そのために来年もしっかり取り組んでいきたいと思います。私も退任の最後の1分1秒まで未来の横浜市につながる、そのための仕事を最後まで全うしたいと思います。ぜひ来年の横浜市にご期待をいただいて、何度も繰り返しになりますが、この苦しい状況を皆様と一緒に過ごしてきました。皆様の応援が本当に必要になります。覚悟を持って来年臨みたいと思いますので、ぜひご期待と応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして早川監督、よろしくお願いします。本日は三ツ沢に来場していただき、そしてたくさんの応援をしていただきましてありがとうございます。自分からは3つ皆さんにお伝えさせていただきたいと思っています。1つ目は感謝です。本当に今シーズン苦しい難しいシーズンでありました。そんな中でも多くのサポーターの皆様、そして多大なサポートをしていただいたスポンサー企業の皆様、本当に横浜市を応援してくれた皆様のおかげで、本当に最後まで選手たちは頑張ることができましたし、前に進むことができました。本当にありがとうございました。そして2つ目です。
謝罪です。本当に J2 降格という結果になってしまったこと、そして数多くの敗戦をしたことによって皆様が本当に悔しい思いをさせてしまったことに本当に責任を感じております。申し訳ございませんでした。そして最後になりますが、未来です。横浜 FC のこの歴史にまだまだ通過点にしかないと思っております。この苦しい状況ではありますが、これは歴史の1ページと考えれば、まだまだ自分たちが進むべきもの、横浜 FC が前に進んでいかなければならないと思っています。前の横断幕にあるように、本当に覚悟を持ってクラブが前に進まなければならないですし、この苦しい結果ではありますが、未来に向かって全力で横浜市が進んでいかなければならないと思っています。そのためには皆さんの協力が必ず必要になります。引き続き横浜市を応援していただければと思っております。本当に今シーズンありがとうございました。まずはじめに、この1年間スタジアムに足を運んでいただいたサポーターの皆様、日頃より自分たちをサポートしていただいているスポンサーの皆さん、毎試合選手にメッセージを送っていただいているクラブメンバーの皆さん、本当に今シーズン1年間応援ありがとうございました。この1年は、横浜FCにとって本当に苦しいシーズンだと思っています。それはやっぱりこう結果に結びつかないことであったり、自分たちのミッションであった J1 残留という目標が達成できなかったこと、そこに尽きると思っています。ただ本当に下を向いている暇はないと思っています。この横浜FCがまた J1 に戻ってくれるよう、選手たちは今日からまたスタートしていきます。来季も今シーズンと変わらぬご声援、本当によろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちましてセレモニーを終了いたします。横浜市ファンサポーターの皆さん、今シーズンも最後まで熱い声援ありがとうございました。来シーズンも引き続き熱いサポートをよろしくお願いいたします。共に戦い、一緒に手を伸ばしましょう。
このようにフレッシュのスタンドで皆さんのご視聴に挨拶に向かいます。スタンドの皆さん、温かい拍手手拍子よろしくお願いします。ご自身のお席でお待ちいただきますようお願いいたします。